丸の内ビルディングは、かつて日本の東京都千代田区丸の内に丁目に存在した三菱自所保有のオフィスビルである。2002年に建て替えられ、現在は表記を一部変更した丸の内ビルディングとなっている。昭和初期、ビル内の事務所数は361を数え、約4000人が働いていた。手前は東京駅前のロータリー。1923年、 三菱合詞会社辞書部の桜井小太郎の設計により、東京駅丸の内駅舎前に竣工した。当初は地上8階、地下1階で、後に地上9階、地下2階に増築された。オフィスビルの低層階を一般客に開放し、ショッピングモールなどを展開する形態は、当ビルが日本においては、先駆的に導入したものであり、近代的なイメージから1929年に、 発売された歌謡曲、東京行進曲など多くの歌や小説の舞台にもなった。竣工直後の1923年9月1日に発生した関東大震災により被災し、同年11月25日から1926年7月24日にかけて復旧補強工事が行われた。1969年には地下2階部分の増築を行っており、 外壁は1935年と1982年に改修されており、建設当初の外装は失われている。一回1995年に、三菱寺所は隣接する三菱商事ビルと合わせ、都市計画の特定外区制度を活用して、都市計画の指定要積率を超える大規模構想化を行うことを発表し、1997年4月5日に、 閉館となった。1999年に解体され、当地には丸の内ビルディングが建設され、2002年に竣工した。昭和戦前期で最大のビルであり、東洋一のビルと言われ、質量の比較単位として丸ビル何杯分などと引用されることもあった。解体時に発掘された旧ビルの基礎として使用されていた松食いは新丸の内ビルディングの床板や、 近隣ビルのベンチ、三菱辞所の用紙パルプ用として再利用されている。ありがとうございます。